今みたいに結構こう媒体が発達してなかったんで、やっぱりその表現の場所っていうのが、うん、SNS とか YouTube とかよりかは、うん、あのもっとこうラディカルな時代を生きてたと思っていて、うん、まあ、その原体験からファッションは自然と自分の中で、うん、流れていくようになったのかなっていうのがあります、うん、あのジャンヌ・ダルクっていうロックバンドのボーカルがいるんですけど、はい、その人にすごい影響を受けて、はい、でまああの彼と仕事がしたいなっていう一心の思いで、うん、もう東京に上京してくることになります。18歳から上京してきて、うん、なかなか慣れなくてですね、ええ、学校生活も、うん、授業も、はい、僕はあのファッションのエコと専門史家っていうところに行ったんですけど、うん、なかなかターンとか慣れなかったですね。まあ、あの一緒に暮らしていく中で、うん、彼らに出会ったからこそ自分が今なんかファッション頑張れてるっていうのはやっぱり友人ありきだと思うんで、うん、友人との思い出が強いですかね。三校統一創作画デザイン画コンテストっていうのがあるんですけど、うん、そこで三校の中で50位のランクを競うデザイン画のコンテストがあるんですよ。なんかたまたま3人がそこで1位、うん、2位、3位っていう状況になって透明版ですよ、はい、それがきっかけで、うん、彼らの背中を追うようになったりとか、うん、切磋琢磨、まあ、し合えるような、うん、あの良き友でありながら、うん、っていう感じですかね、うん、ゴールをアジアのマーケットに普及させることが第一の目標ですね、うん、今シーズンもこれから上海なんですけど、まさに、はい、国内をメインにやってきたんですが、うん、世界中の方にリコールの装いを提供できるように届けていけたらなっていう思いが今は強いですから、ね、うん、まあ、あとはそのやっぱり常にずっと続けていくことが僕にとっては答えだと思うので、なんかちっちゃいところで言えばいろいろあるとはあるんですけど、うん、まあもうずっと物を作ってたいです。